半魔家の本家の本物貴族の半魔岩先生です。ですね、宇宙はね、人間の研究発明力も全然進んでおります。技術開発研究ね、全然進んでおります。私がね、生きてた時ですね、はですね、と比べますとね、人間の技術は1ミリの高さだったんですね。で、私の方の技術は1キロメートルも高かったんですね。そんなに人間と今の人間と大昔のね、私の技術力というのは差があったわけですね。1ミリと1キロメートルですよ。そんなに発達しておりました。それでね、宇宙戦争で殺されちゃったんですけどね、私はね、1キロメートルも高い技術持ってて殺されました。スターゲートというね、映画ありますでしょ。あれは仮想的に私がね、動かして作らせた映画なんですよね。で、説明するためにね、で、もうちょっと発達しているんですけども、石棺という生き返られる装置っていうのは箱ですね、棺桶じゃなくてね、生き返る装置に入ると殺されても生き返る、脳さえ壊されてなければ再生できるわけですね、大体ね。で、言うなれば完全総合病院の進化した装置ということですね。で、コンピューターで、コンピューターとバイオですね、バイオとかですね、あらゆる装置が入ってるわけですね。それで体を治すことができたんですね。ただね、本人登録じゃないとダメだったんですね。いろいろ人間、まあ簡単に言えば血液型とかね、違いますから、他でも全然違うんですよね。だから本人特別の石棺じゃないとダメなんですよ。 SF 映画で出てくるように誰でもっていうわけじゃないんですね。そういう一つのね、専用のものを持ってないとダメだったわけですね。で、複数持ってましたけどね、大昔地球と太陽が生まれる前に私はその宇宙戦争で殺されちゃったんですね。それで地球と太陽をまたなかったんで育てて、また再生するということですね。で、とりあえず人間から生まれてきたということですね。で、人間というのは想像力で、私が決めた生物のお手本なわけですけど、人間たちはまだ人間にはなってませんけれどもね、いい生物にするために私が想像したものなんですね。で、そのように人間の今の宇宙技術とか研究とか進んでるようですけれども、1ミリの高さであったということですね。で、宇宙は進んでまして、1キロメートルの高いよりもっと技術持ってですね、私はやられてます。で、人間はいろいろ研究とかノーベル賞とかいろいろやってますけども、もうすでに発明はもう終わってます。悪いことに使わないとか、そういう方の勉強の方が大事でね、研究は全て情報は終わってるんで、情報バンクはあって、悪用されなかったりとかね、悪いことに使われなければ全部転送してくれます。テレパシーというかね、特殊な私の方、上の生物の方にね。で、危険が後々ともちょっとでもあるんでしたら転送してくれませんから、情報をね。
何でももう発明してありますから、人間が研究したりするのはただの健康管理以外ないんですね。頭を発展させるための仕事だけでね、仕事じゃなくて、こんなのは仕事じゃないんです。研究はもう終わってるんで、発明とかもう全部上、全然桁外れて終わってますということなんですね。危ないから、私もその情報は人間全員の知能以上は動かすことはできないわけですね。用意することはできないわけです。あるものだけでね。ただ全てのね、地球上で発明されたものの頂点の全てを利用はできるわけですね。ということでね、人間の方は法規で、本当の法規を勉強する必要があるわけですね。そもそも人間たちにね、道具を使って生きることは許してないんですね。動物が守ってますでしょ。これは非常にしっかりしたことなんですね。人間だけ破ってるわけですね。私の場合は許されてるわけですね。以前そういうので生きてましたからね。悪くなくて生きてましたからね。で、人間とは全然無能なわけです。話したり聞いたりすることができないんで、分かっても仲間で頭使って、700年後は本人は分かったということにな、で分かったことになってしまって、それで動いてしまうことしかできないんですね。だから人間動く行動すべて間違いだらけなんですね。100%間違いと言っていいでしょう。それで何をしてたらいいかということも勝手ながらやってはいないんだけども、盗むことは